はい、暑いのか涼しいのかは分かりませんけれども、今日もシノアイスやっていきましょう。どうも、サオでございます。はい、本日は、まあね、木曜日なので、まあ一緒にこの前のイベントと、次のガチャについての速報をね、言っていこうかなって思います。まあ交えつつかな。それではこちらのね、探索イベントの方やっていきましょう。まあ探索イベントなので、こちらね、いつも通り、海底防具の時、と同様のイベントになってます。今回は火の鳥というね、ナイトメア、まあ、こちらね、ウガルムとなんだろうファフニールのね開護館になってるので、まああまり集めなくてはいいかなって思うんですが、今度の動物イベントが多分風属性なので1体残しといてね、火力上昇枠として入れておくのはいいかなと思います。ただファフニールと、ウガルム持ってる方は別に突入必要もないし、まあね、持ってなくても突る人は必要はないんじゃないかなと思います。めっちゃ噛みますね、今日。それではね、やっていきましょう。火の鳥のドロップ率が、魔風の試練、仏風の試練、試練の果てに、砂人の姉妹、まあ、1155となってますけれども、今回はね、何節とかではなく、名前になってんですね、一つ一つクエストが。非常にめんどくさいんですが、まあ、とりあえずナイトメアが欲しい場合はね、まあ、1体確保しておきたいっていう場合は、まあ、試練の果てにと、砂人の姉妹をやればいいんですが、まあ、どちらにしろ、こちらのね、防具をね、やっていく過程で落ちるかなって思うので、まあ、狙って取る必要はないかなって思います。で、今回は、こちらね、4種類が 5% で落ちます。で、他 1%。まあ、前回と一緒ですね。まあ、なんですが、まあ、今回はね、5% で落ちる防具がね、一つ一つ違うんですよ。場所が一つ一つ違うので、まあこれは、まあ多分、今日神々なので、テキストでね、まとめます。これ欲しい人はここ、みたいな感じでまとめます。それでは行きましょう。それではね、クエスト自体を見ていきましょう。まあ難易度がね、最後が70なので、まあ7万程度あればいいと。まあ討伐とかのイベントの場合は難易度にプラス20して0を3つ足せば、まあクリアの目安ってのがわかるんで覚えておいてほしいんですけど、まあ、普通のイベントなので、まあ7万、等倍、7に0足すみたいな感じで7万と思ってくれればいいです。まあなのでそんなに難しいクエストではないし、このね、敵の色でね、まあ、出てくる属性もわかりますね。で、次に美味しいところなんですが、まあ、防具がね、落ちるんですけど、まあ、それ以外にこういう風に、このね、翼がね、レベル2の、まあ、一番落ちにくくはないんですけど、必要数が多いので、まあ、落ちにくいと錯覚されている鳥類の翼が割とね、割とというか全部に報酬として振り込まれているので、まあ、防具落ちないところでも周回してくれるといいかなって思います。まあね、これが一番効率高いってわけじゃないんですけどね、この翼が。1個なので言うて、確定って感じ。あとね、今回は銀のね、箱がドロップしても翼が落ちるっていうケースがあるので、あまりにわかに喜べないクエストになってますね。あと今回は落ちにくいって言われてます。まあ、僕ちょっと忙しくてね、セブンナイツの方が忙しくてまだ回れてないんですが、ちょっとね、落ちにくいらしい。まあ、体感って感じですよね。はい、最後、防具の性能とね、次の討伐クエストを予想しましょう。まあ、こちらわかるように、まあ、火属性のナイトメア、火属性強化のナイトメアと、こちら、まあ、火属性のスキル上昇、かつオークシュって書いてありますね。まあ、オークってのは、魔法がね、通りやすい。物理が通りにくい。なので、今回の防具は、すべて魔法色。まあ、攻撃色で分かりやすいと思うんですけど、パラディンと、ガンナ用のね、射出ね、用の防具になってるので、まあ、次は、魔法色が活躍すると。まあ、なので、槍多めの人はパラディン用に長絵、長絵を育てると。で、かつ、
射出系、銃が多い人は射出系をね優先して育てると。まあその補助の方もそれに習って、魔書操作ら、魔書が多い人は操作らやってっていうのはもんですよね、これ。で魔書がね、今度のねガチャがね多分操作らなので、まあ操作らで確定なので、まあとりあえず操作ら育てればいいのかな。うん、そうですね。マグはちょっとよくわかんないです。別にいらない。マグいらないかなって思います、僕は。はい。てなわけで、次のガチャの情報を行きましょう。今度ツイッターに移動しますね。まあ、ちょっとムービー流しますけれども、わかる通り、ソーサラーのね、次の討伐系の特攻かなって思わしき、まあ、スケベなアリスの姿が見えると。まあ、なので、魔書の防具がね、あるんだと思うんですけど、まあ、パラディンがね、アリスの職であるので、攻撃職の人は、まあ、さっきちょっと、槍多めの人はって言ったんですけど、まあ、パラディンのね、防具を育てればいいかなって思います。で、こちらのガチャは、金曜日、まあ明日ですね、28日、まあ今日かもしれないですけど、投稿日的には。まあ、結構可愛いんでね、入手したいところではありますという感じです。はい、てなもんでございました。今回のアプデ情報は、アプデ情報じゃないですね。今回の攻略情報は以上になってます。でなんか、戦ってないですね、最近。申し訳ないです。討伐来たら戦います。で、まあ、コロシアムも来るということなので、コロシアムの動画も撮っていけたらいいかなって思います。で、この前言ってた、ガチャ、しながら不満言うよみたいなこと言ってたんですけど、あれ生放送でやろうかなって思ってるので、まあ見かけたら来てくださいということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。